岩手県政この4年間の成果は。コロナ禍と物価高騰に見舞われましたが、医療従事者が増えました。そして半導体自動車関係の産業集積が促進されました。またラグビーワールドカップ釜石開催の成功、御所の遺跡の世界遺産登録、復興道路の完成、そしてデジタル化の進展などが挙げられます。